うわ、どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。こちらのピンクのモンスター販売中止ということで、理由、人気のため売れすぎたため。どういうことやね。生産が追いつかなくなって販売中止しますと。で、また次いつ生産されるのか不明ということなんですけれども、これ本当に大好きなんですよ。でもね、もうすでに生産中止ということで、今店頭に並んでいるものそれが全てですと。ということで、こちらのモンスターエナジードリンクピンク色のやつ、ありったけ買いだめしようかなと思います。これは炎上するのかな？いや、お金を払ってるから炎上はしない。おかしいでしょ？なんで叩かれるの俺が。するのかな？ゴンちゃんすげえ。多分おそらくなんですけれども、5月の中旬に生産中止になったで、多分こういう人がたくさんいるところにはないと思うんですよ。これ今ない。だから今からかそってるところに行きたいなと思います。一応コンビニ入ってみるか。デイリー山崎すげえ。レッドブル50本くらいあったんだけど。なんかあれだ、エッチなお店だ。あそこすごいや。すごい、ガールズバーすごいや。ここら辺のお店全然わかんないんですけど、ここら辺ってそういう場所なんだね。さすがにね、風俗街でねカメラ回すのはねちょっと怖かったね。もうキャッチがタキシード着てるもん、ない。あの自販機にはない。あのカーテ気持ち悪い。あそこ可愛い。今またコンビニ行ってみます。ダメやな。普通にないの。なんか今小学生の下校時間っぽいんですけど、小学生防犯ブザー鳴らしすぎ。今コンビニ。次。あそこ。地域の皆様にご利用いただきましたが、諸般の事情により6月30日日曜日19時をもちまして閉店とさせていただくことになりました。限られた時間ではありますが、6月30日までどういうことなく定期に営業してまいりますので。泣けた。じゃあ行くぜ。絶対ないってだ。車の量的にはやばいもん。次はスーパー。なんだ、もうないんじゃない？見当たんないもん。本当に見当たんない。ないよ。ないんだもん。そもそもないんだもん。自販機が。車がビューン。松木屋。セブン。人が多すぎるとなんかその分なんか物流がすごいじゃないですか。めちゃくちゃ回るじゃん。草がすごいじゃん。ちょっと田舎に行こうかなっていうことで。車使う？どうしようかな。ちょっと遠目がいいよね。ありました。ローソンです。行け、ファミリーバトル。ディスカウントスター、ディスカウントストアジェイソン。すげえ、ジェスカウントストアジェ、あ、てかミニストップあるよ、あそこに。けどないだろうな、あそこのミニストップ。だって人がいっぱいいるもん。K7、お前が頼みだ。行ってくれ、お願いだ。お願いします。お願いします。お願いします。おじいちゃんに突っ込め。確かね、この先ちょっと行ったら青葉の森公園ってとこあるんだけど、そこの通りを渡った、なんだっけな、なんかねスーパーにね確かあったような気がするんだよね、ピンクのモンスター。ちょっと今からそこに行ってみようかなと思います。いや、あっただろ。あった。あのね、なんか彫刻のオブジェの動画作った時にちょうど行ったんすよ。だから1週間ぐらい前か。うわ、あれかな。あった、山屋だ。山屋ですよ。お願いします。お願い。あ、お願い。山屋。わっ、ほこりが目立つ。ほこりが目立ってます。でしょ。あそこあるか。あそこの自販機にないな。まあ、トリマローソンでカップルか。あれ、はい、ということで8本買うことができました。前回の動画のコメント欄を見ていこうのコーナー。前回の動画はですね、自分の今使っている三脚が壊れたんでそれを修理しようと思ったんですけれども、修理がうまくいかなかったっていう動画なんですけれども、まあ動画をアップしてコメントを見てみて思ったんですけれども、まあつまんないのかなと。ということで今現在非公開にしている動画です。はい、治んなかったのね。パンチパンダさんの頭のネジも締め直そう。どういうこと？パンチパンダも修理したら使えそう。どういうこと？パンチも壊れてる。どういうこと？コメント欄も壊れてんじゃん。治ってない。鼻息の時の顔が好き。人の絶望顔が好き。ちょっと怖いよ。